ウェスレアン・ホーリネス教団、習志野キリスト教会で牧師をしています山田泉です。今日は10月18日日曜日です。聖書の箇所はエゼキエル書21章18から22節。タイトルは神が用いることのできない道具はありませんです。旧約聖書はイザヤ書以降、預言書と呼ばれるところは読んですぐわかるというわけにはなかなかいかない書が続いています。このようにして皆さんとご一緒にこの書を学んでいけることは、私にとってもとても感謝なことです。今日与えられたテキストを通して、また新しく神様を知ることができたら幸いに思います。エゼキエル書21章18節から32節。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、バビロンの王の剣が来るために二つの道に印をつけ、二つとも一つの国から出るようにせよ。町に向かう道の始まりに一つの道しるべを刻みつけておけ。剣がアモン人のラバかユダ、すなわち城壁のあるエルサレムに行けるように道に印をつけておけ。バビロンの王は道の分かれ目二つの道の辻に立って占いをしよう。彼は矢を振り混ぜてテラフィムに伺いを立て肝を調べる。彼の右の手にエルサレムへの占いが当たり、彼は城壁崩しを配置し、虐殺を命じて口を開き、叫び声を上げて城壁崩しを門に向かわせ、塹壕を掘り塁を築く。彼らは何回となく誓われてもその占いは嘘だと思う。だが彼は彼らを捕らえて彼らの不義を思い出させる。それゆえ神である主はこうおせられる。あなた方の背きの罪が暴かれるとき、彼があなた方の不義を思い出させて、あなた方のすべての技に罪が現れるようにするため、またあなた方が思い出すため、あなた方は彼らの手に捕らえられる。悪に汚れたイスラエルの君主よ、あなたの日、最後の刑罰の時が来た。神である主はこうおせられる。かぶり物は脱がされ、冠は取り去られる。すべてがすっかり変わり、低いものは高くされ、高いものは低くされる。廃墟だ、廃墟だ。私はこの国を廃墟にする。このようなことは、私が授ける権威を持つ者が来るまでは、かつてなかったことだ。人の子よ、予言して言え。神である主は、アモン人と、彼らのそしりについて、こうおせられると言え。剣、一振りの剣が、虐殺のために抜き放たれた。稲妻のようにして、立ち滅ぼすために研ぎ澄まされた。彼らがあなたに虚しい幻を見せ、あなたにまやかしの占いをするとき、その剣は汚れた悪者どもの首に当てられ、彼らの日、最後の刑罰の時が来る。剣は鞘に収められる。あなたの作られたところ、あなたの出身地で私はあなたを裁く。私はあなたの上に私の憤りを注ぎ、激しい怒りの火を吹きつけ、滅ぼすことに巧みな残忍な者たちの手にあなたを渡す。あなたは火の焚き木となり、あなたの血はその国の中で流され、もう思い出されることはない。主である私がこう語ったからだ。エゼキエル書は
多分この書を学ぶ初めの時にその時代背景を学んだと思いますが、今日はもう一度確認の意味で少し時代背景をお話しさせていただきたいと思います。エゼキエルが働いた時代というのはバビロンという大変、軍力の強い、強大な力を誇った帝国が南ユダ、エルサレムの都を有しているこのユダを圧倒している時代でした。紀元前の597年に第一次バビロン捕囚がなされ、その後第二次捕囚、そして最後に587年、紀元前ですね、あるいは586年とも言われますが、ユダ、南ユダはバビロンによって崩壊させられてしまいます。エゼキエルはこの第一次バビロン捕囚の時にバビロンへ連れて行かれます。そしてこの捕囚の地バビロンで南ユダに対して神様の言葉を語り伝えた、その働きを成した預言者と言われています。今日のところはそのバビロン王が自分の軍を率いて、そして攻め入ろうと走り行くところから始まります。バビロンは多くの軍を率いて進撃してきます。しばらくすると分岐点に着くんですね。分岐点に着いたときにどちらに行こうかとバビロンの王は迷うわけです。こちらに行けばアモン人のいるラバへ、こちらに行けばエルサレムの町があるユダへと行くわけですが、さあどちらに行こうと考えたバビロンの王様は占いで決めようとしたことが書かれていました。しかも3種類の占いをしたとあるんですね。一つは矢を揺さぶってこう引いて決める、まあ日本でいうおみくじみたいなやり方でしょうか。矢に先にいろいろなことが書いてあるものを何本か入れて、そしてこうガラガラガラっと矢筒を揺すぶって一本引いて当たった、あ、これが私の決められたことだとこう判断する。二つ目は、テラフィムと書いてあります。テラフィムは、家の人々や先祖の人々のものをこうかたどった小さな像だったと言われています。でこのテラフィムをどんなふうに占いに使ったのかっていうのはよくわからないのですが、まあ、これを持って占いをしたと言われています。で3つ目に書かれているのが肝と書いてありますね。何なんだろうって思うわけですけれども、どうやらこれはですね、生きた動物の肝臓を取り出してその形とか大きさ、色、色彩で自分のこれからのことを判断するという占いだったようです。なんと、まあ、おぞましいと言いますか、すさまじいものだと思いますが、これは大変バビロン的な占いだと言われています。この3つの占いをしましたバビロンの王はなんと3つともユダの方に行きなさいという結果が出たのです。まずここで一つ私たちは確認したいことがあります。それは占いは私たち信仰者にとって忌むべきものです。本来は聞くに値せず頼ることは愚かなことなんです。今日占いや運勢、あるいはお日柄や方角などなどですね、異教の宗教にまつわるその声に私たちは気に取られたり、あるいは心を乱されることがあるでしょうか。まさに占いとか運勢は天気予報と同じようにメディアで流れている時代です。しかし私たちは占いもまたそれらのいかなる類のものもクリスチャンにとっては忌むべき行為、意思を持って退ける行為、全く心を寄せてはならないものであることを覚えたいのです。しかしここでバビロンの王様は占いをもって自分のことを決めました。しかし驚くことは
聖書の神様、私たちの信じる神様は、この異教の占いで指し示されたその結果、またこの異教の王そのものを神様はご自分の計画を進めるために用いたとあるんですね。神様がそれらを超えておられる方、それらをもう自由に支配しておられる方ということを見ることを得させられます。そしてそれを用いてご自分のために裁きを、痛みを与えられたということは、大きな私たちへのメッセージではないでしょうか。今日聖書の箇所は2つのことを私たちに教えてくれると思います。まず第一は、聖書に示され、私たちが信じる神様は異教の信仰行為である占いを凌駕するお方である。そのようなものは聞くに足るものではないのですが、しかし主はそれを捨てることも、またそれをご自分のために使うこともできるほどの全能の力に満ちた、超越した誠に素晴らしき方であることを知ります。そして二つ目は、この忌むべき占いということをも用いてまでも神に対しての背信行為をする私たちを裁かれる。神は神に忠実に従わないことを本当に嘆き怒る方であるということを私たちは知ることができます。占いは私たち信仰者にとって忌むべきもの、全く意味のないもの、そしてどれほどただの遊びという感覚であっても避けるべきものであることを覚えたいものです。そして私たちの神様はそのようなものをも用いることはでき、またそれらのことを自由に適用してまでも私たちを教えようとすることのできるお方であることは、なんと偉大な方であるかと、そのように思わされることを大事にしたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの生活の中に、取り巻く社会、また日々の中に異教の習慣、信仰があふれています。私たちの心が少しでもそれらの語りかけに奪われませんように守ってください。私たちの神様は、それらの異教の信仰の行為と張り合うような方では全くなく、超越した絶対なる神の神であることを確信します。そしてあなたにのみ聞き、歩む者として今日の日を進めることをお導きください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。